アニュアンセヨ、皆さんこんにちは。今回もまた私が行きつけだったお店をご紹介いたします。場所は先日ご紹介したヤンバンさんのちょっと先になります。イースマートの方へ行かれたことがある方はこの辺よくお分かりになるかと思うんですけれども、そうですね、ここの角を左に曲がります。ビルの2階になるのでちょっと入り口が分かりにくいんですけれども、看板が出ていますのでこちらから入ってエレベーターで2階に上がります。エレベーターから降りるともうすぐに入り口になっています。中に入るともうザ・韓国っていう感じのお店の作りなんですね。お店のメニューや K-POP アイドルのポスターなどが一面に貼られています。テーブルや椅子などはドラム缶形式の本当に韓国の屋台のような感じなんですね。で、働いている方たちもおじちゃんやおばちゃんで、もう韓国語でベラベラ喋っていて、お客さんももちろん韓国人がほとんどなんですね。こちらがメニューになります。日替わりランチはね、なんと600円からあるんですよ。もうね、ここは本当に安くて美味しいんですよ。で、こちらが頼んだカルビタンになります。この日はね、ちょっとお腹の調子が悪かったので、私はここでよくね、スンドゥブチゲとか、あとユッケジャンなんかをね食べるんですけれども、ちょっとこの日はね、胃の調子があんまり良くなかったんですね。なのでカルビタンの方にしてみました。こんな感じでお野菜もね、たくさん入っているので、全体的には塩味なんですけれども、お野菜の甘みも出ていて本当に美味しいんです。で、ここはね、本当に韓国人のこの辺りで働いている方たちですね、サラリーマンの方ですとかお店の店員さんとかがたくさん来るので、本当にね、もう周り韓国の方ばっかりで、もう韓国語がもうずっと耳に入ってくるような状態です。ランチには全ておかずがついてきます。で、このおかずが毎日変わるんですね。なので、この辺りで働いていて毎日ここでランチしたいという方にはね、とってもありがたいと思います。それに何しろね、本当に安くて美味しい。例えばね、新大久保にたまに来て豪華な韓国料理を食べたいとか、あと映えの写真を撮りたいって方には向かないかもしれないんですけれども、韓国のね、本場の普通の人たちがお昼ご飯に食べているものを食べたいみたいな方にはね、もうね、絶対ここおすすめです。本当にね、韓国に来たみたいな雰囲気味わえるんですよ。そして何と言ってもここのキムチが本当に美味しいんです。こうやってね、ご飯にのせて食べると、もうご飯何杯でもいけちゃうんじゃないかなっていうほどね、私はもう大好きなんですね。でもね、本当この日胃の調子が悪かったんですけど、結局ね、食べ始めたらキムチがあまりにも美味しくて、結局ご飯全部食べちゃったんですけれども、本当にね、もう本場の味っていう感じで、ここは本当におすすめです。ただ入るのにちょっとね、入りにくい雰囲気かもしれないんですけれども、勇気出して行ってみてくださいね。さて、食後はね、イースマートが近いのでこちらに寄って帰ることにしました。コブクチップの新しい味、スイートバニラが売ってました。あとチョンガク大根もね、たくさんあります。大きいですよね。あとこれチャンメも売ってました。でもね、まだ高かった。あとこちらおでんコロッケ、なんでしょうね、買った方いらっしゃいますか。私はとりあえずこちらの練り物の串に刺してある普通のおでんを買ってみました。だしに入れて食べると美味しいんですよね。あとこれ、これインジョルミ、冷凍のものなんですけど売ってました。パッケージも可愛いですよね。味が3種類あったので、とりあえずね、2種類買ってみました。番組の後半で、実際に開けて食べるところをね、お見せいたしますので、最後までご覧くださいね。あと、このおじちゃんの絵、なんでしょうね、気になるので撮ってみましたけど、ちょっとね、よくわからなかったです。
あと茶館食堂のこういったねお惣菜もたくさん売ってましたよ。あとこれサムゲタンのスープだけっていうのも売ってます。これに多分ね鶏肉とか入れて簡単にお家でサムゲタンが作れるんじゃないでしょうかね。あとチーズホットクやチーズボールは前回の動画でご覧いただきましたよね。あとねラーメンもねすごく種類増えてましたよ。でこのナムジャって書いてあるラーメン、ナムジャ男っていう意味なんですけれども面白いですよね。あとこちらのお茶のパッケージ可愛いと思いません？あとヨウティーのティーパックも売ってましたよ。それと今回はねちょっとねマッコリ買いたいと思ったんですよ。でマッコリコーナーに来ました。そしたらねちょっと先日インスタで見たマクサが売ってたんです。これです。とマクサっていうのはマッコリとサイダーを掛け合わせたものなんですね。ちょうどねこれ欲しいなと思っていたので買ってみることにしました。ただねボトルが大きいのでちょっと一瞬ね買おうかどうしか迷ったんですけれども、でもまあねこのボトルしかないのでもうしょうがないですよね。それとまたお菓子コーナーに来ちゃいました。でこのパイナップルのねサンドのクッキーみたいのがちょっと新商品だったので、新商品っていう言葉に弱いので買ってみることにしました。それとこれなんです。お餅のねチョコパイでインジョルミのものなんですけれども、もうね欲しくて、でもさすがにね箱が大きかったので諦めました。そしてまたドリンクコーナーに男って書いてあるドリンク、これ男っていうの流行りなんですかね。そして BTS のマスクもたくさん種類ありましたよ。可愛いですよね。さてお買い物も終わったので家に帰りたいと思います。もう両手に荷物いっぱいになってしまいました。はい、こちらが買ってきましたインジョルミ、韓国のお餅になります。見てください、もっちもちです。冷凍物なので室温に出して10分か15分ぐらいするとこんな感じに柔らかくなるんですね。でこちらがカステラ味と黒ごま味なんですけれども、この黄色い方のカステラ味がね本当にね美味しかったです。カステラをこの粉状にしたような感じ、もうねふわふわしていて、もうねそんなにね甘くないのでね、これねほんと一袋全部一人でねすぐ食べれちゃうような感じです。こうやって甘いもの食べてる時ってほんと幸せです。でね韓国料理食べた後ってやっぱりコーヒーが飲みたくなるので、コーヒーとこのインジョルミでちょっとお茶の時間にしました。それとやっぱりこっちもね気になったので1枚だけねちょっと食べてみますね。でこういうねクリームのねサンドしてあるクッキーって私大好きなんですね。でパイナップル味なのでちょっとね爽やかな感じで、すごくこれも美味しかったですよ。で大きさもねちょっとね小さめなんですよ。ほら小さめでしょ。それと皆さんこういったクッキーどうやって食べます？私はねちょっと半分にこう割って中のクリームだけをねちょっと食べたい派なんですけど、これちょっとねぴったりくっついて剥がれなかったです。なので一緒に食べてみたんですけど、パイナップルがねちょっと爽やかな感じで美味しかったですよ。でいろいろ食べたらね今度喉が渇いてきちゃって、マクサもね飲んでみることにしました。皆さんねこれマッコリ開けるときね気をつけてくださいね。思い切り振っちゃうとねボーンとか言って爆発で中身が出てきちゃうのでね、ゆっくり回しながらちょっとこう混ぜてくださいね。で少しねとろみのある感じで、あとね匂いがねちょっとね普通のマッコリと違うんですよね。ちょっと何とも言えない独特の匂いがしました。でサイダーが入っているので普通のよりね甘めでしたね。まあちょっとこういうシュワシュワ系ではちょ
とやっぱり私は生マッコリの方が好きですね。あとこちらコッケタンミョンとコブクチップの新しい味スイートバニラ味も買ってみました。コッケタンミョンの方はコッケ、ワタリガニのスープのラーメンなんですけれども、あのお店の方のコメントですごくね海鮮の味が強くて、あと韓国で人気のラーメンって書いてあったので買ってみましたよ。あとこちらのスイートバニラ味もね、ちょっとねまだ食べてないんですけれども楽しみです。